皆様、こんばんは。こんばんは。あと1時間ぐらい今年も開けるという、そうしないと思います。これから、プロジェクションマッピングというのはですね、最後の回になります。今年最後の回になります。去年から続けて今年2回目なんですけども、この調子で、来年も3回目ができると思います。プロジェクションマッピングを見るちょっとコツをお話ししたいと思うんですが、できれば何度か真ん中で見ていただくといいです。横の方から見ると絵がちょっと歪んで見えるが、それは実は真ん中で見るとちゃんと見えるのかなと思って中に置く方は結構ですかね、ちょっとあればと思います。それからプロジェクターが今ちょうど夏の後ろに私の方から見て右手の方に奥にあるんですけど、そこから光が出ますので、ちょっと立ってる方で、プロジェクターが立ってるんじゃないかなことがあれば、ちょっと受けていただければと思います。それでは15分ぐらいの作品なんですけども、冒頭が、オープニングというのがあります。オープニングがもう結構しっかりしたパートになります。それからその後に、EUG 幼稚園の園児の方が今年1年間の行事を振り返った絵が、この大きな釈迦堂に投影されます。普通はその子供が描いた絵というのはこういうところに見えないんですけど、それを落書きをさもしたかのように、映像で撮影しています。その後に、広島から招待作家が来ています。その方のアニメーションの作品、これは、手書き描いた絵ではなくて砂絵ですね。砂を動かしてアニメーションをしていく、それで、ヘビドシカラマドシカに変わる表現をしています。でその後は、今回ですね、このプロジェクションマッピングのためにワークショップというのをやりまして、そういう普及活動をしていくのに関してワークショップをやりまして、そこの新聞社の作品が実は15名ほどそこに参加した方が短いオンリーの作品が一つ一つが全く違うその作品ですので、それはそれで楽しんでいただきで、最後のエンディングということで、今年を締めくくりたいと思います。どうぞ時間までご覧ください。